はい。それでは11月1日の3問に入る前にアドバイスをさせていただきます。え、卓券合格する人は気づかない努力、または隠れた努力をしている。え、3ヶ月で宅券合格したよとか、えー、今年の試験簡単だったね。そう言って合格していく人たちっていうのはみんな努力しています。で、しかしこの人たちにとっては努力を努力と思っていないのかもしれません。 つまり、その人自身も努力をしていることに気づいていないんですね。で、その人たちにとっては努力している感覚はなくて、え毎日コツコツ勉強を行って、そしてそれが普通になっていて、えー、勉強がそれほど苦じゃないんですね。まあそういった方っていうのもやっぱり、えー、客観的に見たらやっぱ努力をしているので、やっぱ合格はしていくんですよ。で、また一方でですね、勉強していることをあまり知られたくない、まあ隠れて勉強している方っていうのもいるんですね。 実際、弊社の受講者の方でも、受講していることを会社に内緒で受講していたりとか、周りの人にバレないように勉強している方もいらっしゃいます。家族に知られないように勉強している方もいらっしゃったぐらいです。無意識であろうが、意識的であろうが、やはり努力しないと合格ってできないんですね。で、弊社の受講者さんで、法律式識ゼロの中卒の方が、たった3ヶ月で一発合格したんですね。 で、その方も、例外じゃなく、非常に努力していました。ま、3ヶ月しかないので、その3ヶ月は、もう毎日5時間以上、勉強していました。やはり合格するためには努力っていうのはもう避けて通れないんですね。なので、そのことを肝に銘じていただければと思います。では、本日の問題に入っていきます。未成年者の問題ですね。A が B に代理権を授与して、A 所有の土地を B に売却する場合、 B が未成年者であるとき、B が行った売買契約について、A は後で取り消すことができる、丸かツかという問題です。一度考えたい方は、この動画一旦ストップしていただいて、この動画の下の概要欄からこの問題の問題文をご確認ください。で、答えはどうなのか。答えは罰です。結論から言うと、取り消しってできないんですね。制限行為能力者も代理人になることができます。今回の問題文で言うと、 A ささんんんが B さんに代理権を与えたんで、すすね。その代理人 B さんんが未成年者だったという状況なんですよで。この未成年者である代理人が売買契約を行うんですけども、この場合、本人代理権を与えた A さんは取り消しってできないんですね。後で取り消しすることはできません。つまりどういうことかっていうと、あなたが制限行為能力者を代理人として委任することはまずできるんですね。 あなたが例えば未成年者の方だったり、成年非公権認知症が入っている方とか、そういった方を代理人に立てることはできるんですよ。これはなぜかっていうと、制限行為能力者って別に被害受けないんですね。たとえ、その制限行為能力者がえ間違った契約をしたと。つまり、委任された内容ではないことをしましたとえ。言った場合でも、ここポイントなんですけども、代理人が行った行為、代理人の行った契約っていうのは、 本人に帰属するんですね。つまり、代理人が行った契約の義務っていうのがあるんですけども、今回の話で言うと、売買契約であれば、売り主は土地の所有権を買い主に移転しなければならない義務がありますよね。その義務っていうのは、代理人が負うんじゃなくて、本人が負うんですよ。つまり、最終的には本人の責任になるわけなんですね。だから、制限行為能力者を代理人として委任することはできるんです。 制限行為能力者に別に被害っていうものは別に及ばない。損害は、えー、及ばないからっていうことなんですね。まあ、結果として代理人である制限行為能力者が間違った契約をしても後で取り消しできるっていうのはおかしいですよね。これできないって話なんですよ。制限行為能力者を委任した本人が悪いんですよね。この本人、つまり今回で言ったら売り主さんが制限行為能力者をあえて代理人と,選代理人として選んだ。 これがまずかったわけですよ。これ本人の責任ですよね。だから本人責任追いましょうよという話です。まあこのようにちゃんと理解していただければ法律っていうのはある程度やっぱり理解できるんですよね。だから何でもかんでも丸暗記というよりもちゃんと理解をして頭に入れていくということがすごく重要です。 で、個別指導でも、このように理解をしながら学習するということをお伝えしています。まあ、本日の3問でも、まあ、今回のようにたまにですね、理解の仕方とかお伝えするんですけども、やっぱり少ないんですよね、量的には。1日3問しかないですし、またそれもすべてがすべて理解学習の内容ではないんですね。なので、本当に理解学習したいという方は、ぜひ個別指導をご検討ください。 で個別資料の内容についてはこの動画の下の概要欄にリンク貼っておきますのでご確認いただければと思います。それでは問い2の内容に入ります。売り主が宅券業者として宅券業者でない買い主はえ建物の物件の説明を売買業者 B の事務所で受け、え翌日出張先から電話で買い受けの申し込みをしたと、え後日勤務先の近くの喫茶店で売買契約を締結した場合、 A はクーリングオフに基づいて売買契約の解除はできない。丸るかツかという問題ですね。え答えはツです。まず申し込み場所と契約場所が違う場合っていうのは申し込み場所が判断基準です。で、今回どこで申し込んだかっていうと出張先から電話で買い受けの申し込みをしてるんですね。つまり買い受けの申し込み場所っていうのは出張先になります。で、出張先っていうのは事務所等以外なんですね。 事務所等に該当すると、クーリングオフできないんですけども、出張先っていうのはここに含まれません。つまり、原則、契約解除できるんですね。従って、契約解除できないという本問は、誤りになりますよ、というふうな結論になります。で、この問題っていうのは解けるだけではやっぱダメなんですね。実は、クーリングオフについても、考え方っていうのがあるんですよ。その考え方に基づくと、どんな引っ掛け問題が出たとしても、対応できて、す、え、べ、ー、て解けるようになります。 なので、ちゃんと理解するっていうところが、やっぱり合格できるかどうかの境目なんですね。で、前回お伝えをした、え、開発許可も同じなんですね。その考え方を理解していたら、その考え方に基づいて、えー、答えを導くっていうことが、やっぱりできるようになるんですね。で、そうすると、クーリングオフだったり、開発許可っていうのは、も、ま、う、あ、確実にやっぱ点数取れる部分になってくるんですよ。なので、そういったところを、やっぱ得点できるかどうかっていうのが、まあ、合格の、えー、分かれ目になってきますので、 ぜひですね、そのところを理解しておきましょう。で考え方については、個別指導で解説していきますで。3ですね、開発許可の問題です。市街化調整区域において、図書館法に規定する図書館の建築のように供する目的で行われる3000平米の開発行為を行う場合、開発許可が必要である、丸かツかという問題ですね。で答えはツです。駅舎、鉄道、図書館、 え、公民館、変電所などの公益上必要な建築物の建設のための開発行為は、例外として開発許可不要なんですね。なので今回図書館なので、開発許可不要の例外にあたって誤りとなります。つまり開発許可いらないということなんですね。で、一方なんですけども、医療施設とか社会福祉施設、まあ老人ホームとかですね、あと学校、小学校、中学校とかですね、あと庁舎のための開発行為っていうのは例外ではないんですね。 なので、この部分は対比して覚えておきましょう。で、何を注意するかについてはちょっとえ長くなるのでえ、個別指導でお伝えいたします。え、このやっぱ注意点知らないと、引っ掛け問題引っかかる方って意外と多いんですね。で、これってやっぱり理解をしてないからなんですよ。なので、ちゃんと理解すべきところを理解するってことを、えー、行っていただければと思います。そして、宅見合格するために一番重要なことっていうのは、理解学習を実践し続けることなんですね。 理解学習が単に分かるだけじゃなくて、できる。そしてさらには、続けることで、あなたを達見合格に導くのが、弊社レトスの個別指導です。絶対合格したいという方は、一緒に勉強して、合格を一緒に喜びましょう。個別指導の概要については、こちらの真ん中の動画、ぜひご覧ください。真ん中に動画ない方は、この動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、そちらからご覧いただけます。個別指導のお申し込みについては、この動画の下の概要欄に、 お申し込みページに直接飛ぶことができる URL 貼っておきますので、そちらからお申し込みいただけます。卓研合格目指して一緒に頑張っていきましょう。レトスの小野でした。